Die Beautifulはフィリピンのコメディドラマ映画。監督はジュン・ロブレス・ラナ。主演はパオロ・バリエステロス。2016年10月27日の東京国際映画祭でプレミア上映され、同年のメトロマニラ映画祭にも正式出品された。急死したトランスジェンダーの女性トリシャの人生を描いたフィクション作品である。トリシャはシゲショウの遺言を残しており、ビヨンセ風、ジュリア・ロバーツ風、レディ・ガガ風など様々な手芸ショーを施して、棺に横たわるトリシャのもとに関係のあった人々が訪れる。トリシャはトランスジェンダーへの偏見や差別にあがらい、誇り高く生きた女性だった。香港の香港屋島電影投資会が制作費を提供し、フィリピンのリーガルエンタテインメント、ザ・イデア・ファースト・カンパニー、オクトーバー・トレイン・フィルムズが、制作会社となった。ジュン・ロブレス・ラナが監督を務めた。リリー・モンテベルデ、ロセリエ・モンテベルデ、ペルシー・インタランがプロデューサーを務めた。ラナ監督が原案を作成して資金集めを行ったが、最終的な脚本は著名な脚本家であるロディベラが担当している。ラナ監督はフィリピンでも人気のある映画監督の一人であり、2012年にはブアカウガアカデミー外国語映画賞フィリピン代表作品に選ばれている。また、ロシアのパシフィックメリディアン、インドのケーララ国際映画祭などでも受賞経験がある。本作は2014年10月にフィリピンでアメリカ海兵隊員がトランスジェンダーの女性を殺害した事件に着想を得ている。ジェニファー・ロード事件後には SNS などでトランスジェンダーに対する偏見に満ちた意見が多数出され、ラナ監督はトランスジェンダーへの理解を深めるために本作の制作に至った。ラナ監督は娯楽性の高い作品を制作することも多いが、本作は娯楽性よりも個人的な思いを強く込めた作品である。なお、本作でトランスジェンダーを演じている俳優は全員がストレートである。東京国際映画祭で主演男優賞を受賞したバリエステロス2016年10月には第29回東京国際映画祭のコンペティション部門に出品され10月27日にプレミア上映された。東京国際映画祭では観客賞と主演男優賞を受賞した。東京国際映画祭における審査委員長はフランスのジャン・ジャック・ベネックスであり、その他の審査員は、日本の平山秀幸、イタリアのバレリオ・マスタンドレア、アメリカ合衆国のニコール・ロックリン、香港のメーベル・チャンだった。コンペティション部門には16作品が出品されており、Die Beautifulは唯一のフィリピン映画だった。なお、ラナ監督は2013年の第26回、東京国際映画祭に出品した、ある理髪師の物語でも、主演女優賞を獲得していた。2016年12月には、フィリピンの2大映画祭の一つである、メトロマニラ映画祭のコンペティション部門に出品され、主演男優賞と助演男優賞と、観客賞とフロート賞を受賞した。メトロマニラ映画祭では、エリック・マッティ監督のホラー映画、スクリシアンが8部門で受賞しており、Die Beautifulの4部門受賞は、サンデービューティークイーンと並んで2位タイだった。日本では心を動かす映画社が配給している。2017年7月22日には日本で劇場公開され、東京都、新宿のシネマ借りて、名古屋市のセンチュリーシネマ、大阪市のシネマアート心斎橋、仙台市のフォーラム仙台、横浜市のシネマジャック&ベティ、大分市のシネマ5、長野市の長野戦国劇場、愛知県刈谷市の刈谷日劇など全国17館で公開されている。ありがとうございます。